こちらモンゴルのオチルバト、シドニーオリンピックまでは81キロ級でした。階級を上げてきたオチルバト、そして日本矢崎優太、明治大学の4年生、昨日の宗田、鈴木に続いて矢崎、3階級連続の金メダルを目指しての5分間です。今日は非常にいい試合ぶりしてますよね。そうですね、はい、非常にこう集中力があります、はい、矢崎です。早くしっかり掴みたいところですね。赤の落ちる場とは左右のスピードが得意なんです。あとこれはちょっと強引か。上に乗っているのがモンゴルの落ちる場と今は、ね、朽木倒しに足をなっていきますけども、しっかり組み止めてしまえば、問題ないと思います。さあしっかりと引き手も取って、まあ、足を狙ってくるだけ注意ですね。もう少し頭を上げていきたい矢崎です。ちょっと今のところいいところを持って切られてますね。そうですね、はい、なかなか自分の組み手が十分にはなりません矢崎。逆に落ちる場の方が積極的に技を出しています。ちょっとこのまま行きますと反則が来てしまいますので、もう少し攻めたい矢崎です。ちょっと決勝用心深くなってますね。そうですね、また口利き足を狙っていきます。いいですよ、落ちる場と。さあここから内股があります。ここから前に引き出して内股行きたいところですね。さあその内股、大内内股、内股跳ね上げる、跳ね上げますが落ちる場としのぎました。ちょっと柳もですね、はい、技を言ったところ返されるのをちょっと警戒してますね。ちょっとこの決勝戦はやや慎重と言っていいかもしれませんね、はい、いいですよいいですよいいですよ。おうちどうだ、日本矢崎も金メダル。昨日の宗田鈴木に続いて矢崎も金メダル。大学4年生トリオが揃って金メダル。慎重な決勝戦でしたが、ここぞという時に左の内股、さらには最後は大内が日本、ね、モンゴルオチルバトを下しました。山下さん、これで3階級連続の金メダルになりました。今日の矢崎は全く危なげなかったですね、はい、今日は矢崎は1回戦からの登場だったんですが、1回戦はカザフスタンの大プラエフ内股1本、そして2回戦が事実上の決勝戦とも見られましたが、韓国のパクソン軍を突き倒しで技ありを奪いました。準決勝では下がったところにうまく大内合わせましたね、はい、最後の決めもいいですよね。十分に相手を背中をこう押し付けるようにして、はい、嫌がって下がるところにまあ返ってます。しかしこの矢崎の金メダルというのは本人にとっても、そしてチームにとっても非常に大きな金メダルですね。この1年で非常に大きく成長しまして、はい、来年の世界選手権、それから再来年のオリンピック、非常に楽しみと思います。まず90キロ級で日本矢崎優太金メダル獲得です。キリスタネ、ライスキー、中国へワン、セーフリーダム、ダマジです。